はい、どうもカリエです。マトン降臨の簡単攻略やっていきたいと思います。今回は、久々に属性パーティーですね。完全なる光属性パーティーです。ただちょっと3属性を決めないと、真ん中にいるこのレプリカネーターの、パッシブスキルが発動しないっていうパーティーを作ってきました。結構これ決めると効果力のパーティーになります。一応リーダーが、再生光ですねを持ってきました。まあ結構簡単に手に入れるユニットなのと、成人アーサーも最近あれですね、成人ミッションで簡単にゲットできるようになったので、結構おすすめのユニットです。一応リンクで、リンクトリプルアサルトを持っているジャックランタンを連れてきました。まあちょっと火力増しですねこれで。でレプリカナイターですね、さっき紹介した、まあ、パッシブスキル、うまいこと使っていきたいと思うところなんですけども、でこれ、鋼の錬金術師で、初級ミッションでゲットできる、エドですね。一応光と炎、両方の属性を打つことができるユニットなので、まあ、属性合わせとして今回は持ってきました。結構誰でもゲットできるユニットでございます。で、やっぱり光属性パーティーの、リーダースキル最強で言えばやっぱり、美坂美琴ですね。光のシフト4ですね。で彼女も一応風属性の、攻撃を持っているので、これで、光、風、そして炎で、3属性決まるようになっているので、レプリカナイターのディザスターライトは、成立する感じになってます。でさらに、フレンドさんはね、今これ、ウィハルをリンクさせているので、美坂美琴の、火力がね3属性決まると 1.75 倍になるので、結構な火力になるんじゃないかなと思います。じゃあ行きましょうか。進化前はねそんなに体力高くないので、あとこうやってパネルセットもされちゃうんですよね。そしてですね、まあ一応必要パネル一応いろいろと揃えとかないと結構まずいところなんで、できるだけ光多めなんですけど、ちょっと炎だけ置いとこうかな。風も置いとくか風も置いとくかね。あ、まあどうしようかな、どっちでもいいんだけどね。もうやりやすいようにしちゃってください。まず三坂美琴の、相手のヒットポイント 30% 減らす。さらに手札から3枚が左から3枚が、光パネルになる発動します。はい、これで結構なダメージ与えます。でまあもうこれでいいんですよ。であとはもう普通にワールドエンド打つとあえて一撃で倒せます。はい、相手の体力500万ぐらいしかないからね。で進化後はアクティブスキル封印されるんですけども、アクティブスキル使いません。おっ、 OKOK、 よかったね。これ3属性成立してますね。風パネルここに入れて風属性が成立、ここに炎入れると炎パネル成立、あとは光をできるだけガンガン打つっていう感じでやっていきますね。はい、いきまーす。はい、もうめっちゃちょっとはちゃめちゃになったんですけど、はい、これで結構成人アーサーと見せかけることがかなりの火力を打ってくれるので、エドはそんなにだけど、はい、これで結構簡単に一撃で倒せたりします。光と、ナユタとエドはアクティブスキル、まあ、使わなくても全然 OK だと思います。はい、ということで今回は結構単純にね、先制攻撃がなかったので、まあノーマルスキルだけでぶちのめすっていう感じで簡単攻略させていただきました。はい、ということでよかったら参考にしてみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。マトンの簡単攻略の動画でした。バイバイ。